皆さん、こんにちは。スカイランドベンチャーズのシュートです。本日は、またカロンさんと一緒に、やっぱナウニバースラジオ第3回目ですね、やっていきたいと思います。カロンさん、よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。カロンです。よろしくお願いします。シュートさん、こんにちは。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。最近も、なんか、シュートそうさん、ですここね、ら辺最休近、み。あ、はいはい。走ってます？やっぱり、結構。あ、ですね。毎週、この日本の夏暑いですが、毎週土曜日、朝ですね、皇居を1周5キロのコースをみんなで走るっていうのを、ずっとやってたりして、まあ、その関係で言うと、このナウンズランニングクラブっていうのは、ナウンズタオから正式なプロポーザルを通して助成金いただいたプロジェクトでして、まあ、日本ドル、あ、アメリカドルで5万ドルいただいて、各国でランニングコミュニティ広げていきましょうっていうようなプロジェクトなんですが、その発起人、まあ、ナウンズをこう持っていて、提案も出して一緒にランニングしようぜって最初に言ってくれた、イーサリアムファンデーションのエイドリアンっていう方が、この前、ちょうどオフィス、スカイランドベンチャーズのオフィスに来ていただいて、渋谷でこう、僕らのこう、オフィスに来て紹介とか、例えば渋谷ナウンズナイト、一緒にやったスペースでこういうところで、こうナウンズのイベントやりましたよとか、僕らこういう活動してますよっていうような雑談ベースなんですけど、紹介できてよかったなと思います。で、これからもこう、ランニング通じて、こう、健康的なコミュニティ作っていければいいよねっていうので言ってくれて、まあすごいやる気になりましあ、そうですか。よかったですね。ファウンダーの方が来られたというか、ことたね。は。なんかお仕事で来られたんですか、その方。そうなんです。そうですね。イーサリアムファンデーションのこうコミュニティ事業の部分をこう、まあ、ファンデーションなんですけど、彼はこう、お給料いただいてというか、働いてる、メンバーのうちの一人で、今回は、大学生向けに、あと、ZK ロールアップの、サマープログラムを開催しているというところで、来日していて、まあ、仕事ですね。そのタイミングでこう、時間合わせて、ちょっと忙しいみたいな、かったんですけど、1時間ぐらい、こう、はい、おしゃべりすることができましたね。よかったですね、やっぱりね。やっぱりこう、彼はそういう財団で働いてるっていうところもあって、公共財みたいなところの意識はすごく強くて、で、やっぱりこう、コミュニティ、ランニングコミュニティも、ステイナブルで、こう、健康的に続けていくような、こう、コミュニティになればいいよねっていう話は、していて、まあ、そのために、やっぱりメンバーはどう増やしていくかみたいな話も少しさせていただいています。補足すると、東京で、東京支部ですね。プロポーザルで4000ドルいただいていて、これどうやったらこう効率的な使い方ができるかなっていうようなのをこうアドバイスっていうかちょっとアスクしたんですけど、やっぱりこう、各国で韓国だったりタイだったりバンクーバーに予算、もらってるんですけど、各国のカルチャーとか雰囲気あるよねっていう話になって、じゃあ東京はどうやってこう、人を集めたらいいのかっていう。まあ、コラボレーションですね。どういうことをしたらコラボレ、人をコラ、こう、ジョインしてもらえるかみたいなところで、やっぱり東京でやるスタートアップっていう文脈、僕らも関わってるんですけど、いいんじゃないかみたいな話をして、まずどっかのスタートアップランニングコミュニティみたいなのがあればコラボしたいなっていうところまでは話しましたね。なるほど。すごぜいひ、有意義な時間ごでし活た。性を記念してます。私も行きたいなとは思ってるんですけど、ちょっと皇居が遠いんですはけい。ど。ぜああ、ひ。なるほど。よろしくお願いします。まあ、今回なんですけど、ちょっと話したいテーマが僕の方からありまして、今日は僕の方からちょっとぜひぜひ。話したいなと思っています。はい。今日のテーマはですね、ナウンズ・ダオの、バージョン3かな？ V3 っていうのが、V3。はい、出ていますと。まあ、ナウンズ・ダオのにバージョンがあるのかっていう話もあるんですが、まあ、あってですね、これまで、バージョン1に繰り返してきて、今回のプロポーザルでバージョンが3に移行することになったので、その経緯などを話していけたらなと思います。私も気にはなってるんですけど、なかなか追っかけらはれい。てないのと、結構技うん。術的な話なんで、ちょっと理解が追いつけないなっていうところもあるんで、今日ぜひですうんうん。ね、シュートさんからいろいろ教えてもらいたいなと思って楽しみにしてました。ぜひいろいろ教えてください。
はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。聞いてくれている方に向けて、まあ、そもそもこう、ナウンズダオのバージョンって何っていうところからちょっと話していけたらなと思っています。よろしくお願いします。お願いしはまい。す。というわけでですね、早速なんですけど、まあ、そもそも、まあ、ナウンズダオの仕組みをもう本当にざっくり説明すると、オークションで毎日1体 NFT が発行されて、それを購入、オークションで購入すると。で、購入した人たちはコミュニティというか、まあ、集まって、提案に対して、そうですね、ナウンズする人の提案に対して、賛成反対を投票して、そのナウンズの、オークションで得られたお金の使い道を決めるというような、説明をしたいなと思ってるんですけど、まずその提案で、決めることっていうのはお金の使い道だけじゃなくて、ナウンズ DAO の仕組みそのものも、変えることができるんですね。まあ、そもそもの話なんですけど。はい。提案するときに僕たちこういうことをやりたいんです。さっきのラウンズランニングクラブのように、こういうことをやりたいんです。だからこれだけお金をくださいっていうような、提案もあれば、例えばこのナウンズダウの投票の仕組み、投票期間短いんじゃないか、長いんじゃないか、投票のこう、可決する得票率、こういうパーセントがいいんじゃないかっていうようなものも、すべて、ナウンズダウの提案、同じフローで、提案することができるんですね。つまり、アイディアを提案するのもよし、ナウンズは仕組みそのものも、コミュニティの、ナウンズホルダーの、賛成が多ければ、仕組みそのものを書き換えることができるっていうのが、まず前提としてあります。ここまで大丈夫ですかね。それは結構知らない方も、私も途中で知ったんですけど、だから例えば今って全体の何パーセントが投票しないと成立しませんよみたいなことになってますけど、まあ、それを何パーセント増やそうよとか、下げようよみたいな話なんかは結構出てますよね。だから仕組みそうもです。変えれそのるっていう。中で、今は、はい。そうです、そうです。それは、まあ、簡単に技術的な話を少しすると、すべてがブロックチェーン上で書かれたルールにのっとっていて、この仕組み自体も、なんか、ルール、代表者が決めようっていうわけではなくて、ラウンズを持ってる人が、オンチェーンの投票によって、そのオンチェーンのスマートコンタクトのルール自体も書き換えられるようになっているっていうような、ことになっています。で、今回話題にしたい V3 の前ということで、バージョン2が動いていたんですけど、今回、ナウンズ V3 をめぐる動きっていうのがかなり、大きなアップデートというか、エコシステム全体に影響を与えるような、プロポーザルというか動きだったので、ちょっと説明してみたいなと思っています。ぜひぜひ。でですね、まあ、ナウンズの V3 で主なトピックと、細かいトピックを、分けて解説していきたいんですけど、ざっくり概要を説明すると、バージョン3っていうのは、5つ大きく機能が追加されるという、変更され、追加されるっていうポイントがあって、まず、プロポーザルエディティング。提案を変更できますよ。で、プロポーザルバイシグニチャーズっていう、機能。あとは、オブジェクションオンリーペリオドっていう機能。で、ボーズスナップショットアフターボーディングディレイっていう機能と、ナウンズフォークという5つがあります。今回、すべて解説する、しっかり解説することもできるんですが、ナウンズのコミュニティ界隈で話題になっているナウンズフォークについて、注目して、説明できたらなと思っていぜまひ。す。はい。まあ、さらっとナウンズフォークのところ以外言いますと、まずプロポーザルエディティングっていうのは、まあ、提案を通すときに提案出すじゃないですか、オンチェーンのところに。で、その最中にもアップデータブルにできるよっていう機能なんですね。で、つまり、今までってこういうアイデアありますっていうのがあったときに、例えばこう、こういう A っていうアイデアに100イーサくださいっていう案があったとして、コミュニティのメンバーから、A ってアイデア方向性はいいんだけど、80イーサぐらいが妥当なんじゃないかみたいなことって多分あったと思うんですね。で、そういった時に、賛成か反対の二者択一でしか選べないから、そういう人は反対に入れざるを得なかったみたいな状態になってたと。
いうのがあります。で、例えばそういう時に、これ本当にあったかどうかわからないんですけど、提案者がオフチェーンでチキンの一部をナウンズダウンに、じゃあちょっとこのフィードバックを受けて返しますっていうようなことを言ったとしても、それを保証できないし、投票者全体からそういう動きって捉えづらかったりしますと。なので、更新可能期間を、設けてですね、提案の説明やトランザクション自体、トランザクションっていうのは、この提案通ったら100イーサくださいっていうトランザクション自体を、アップデータブルにしたい、することができますというような、提案になります。具体的に言うと、提案がアクティブになる前にアップデータブルの状態が設定可能で、現状始まった時点では0日に設定されているので、これが変えるときには、提案を通して、じゃあ今日からアッププロポーザルエディティングの機能を追加したいので、このピリオドを1日とか5日設定したいですよっていうふうに設定していくっていう運用が今後されていくというのがプロポーザルエディティングになります。まそず。れって、すみません、一回ちょっと確認したいんですけど、はい。ナウンズの提案って、提案をはい。書き込んで、提案をうん。登録するってなったら、一旦ペうん。ンディングになるじゃないですか。はい。ですよね。で、このペンディング、はい。これからスタートしますよっていう状態になってはい。て、で、このはい。間にリルナウンズとかでは予備投票みたいなのがされたりするじゃうん。ないですか。このペンい。ディングの期間であれば、提案を修正できるみたいなイメージですか。そうですね。ペンディングの前にやってくる機会があるんですけど、そのペンディングの前ですね。ただ見れて、提案がオンチェーンに残って、リルナウンズとかにも出てきて、フィードバックがバンバン出てくるっていうような、状態の時なんですね。それは投票はできないけど、更新ができるっていうような感じですね、その期間に。今までは、提案ができないけど、更新もできない期間があって、ペそうンです、デそうィンでグにす。なって、アクティブになって、結果が出はい。るっていう段階だったのが、はい。一番最初に、みんなが見れるけど、うん。提案はでき更ないけ新がど、で更き新る。できるっていう時が出はてい。くるんですね。わはい。かります。ちょっとそれマもニアいい。ックになっちゃうんですけど、ペンディングにアップデータブルな機能が追加されるっていうよりかは、いや、っていうのではなくて、ペンディングの前にもう一つ新たなフェーズが生まれるっていう認識をしていただければ。わかりました。ありがとうございます。はい。はい。ちょっとこのペースなんですけど、ちょっと V3 全体解説したいので、もう一個わかりました。いただどうきぞたいどうと思ぞ。います。はい。はい。次がですね、プロポーズバイシグニチャーズっていうところです。はい。で、これはですね、誰でも提案ができるようになるって思ってくれたらいいです。これは結構画期的な、仕組みです。だと思いますどういね、うこと私かとも。いうと、はい。どういうことかというと、さっきも説明した通り、基本的な考え方として、ナウンズダオに提案をあげるのは、ナウンを持ってる人。で、そこにも式1っていうのがあって、2体、もし、増えて、3体以上のナウンを持ってるアドレスだったら、オンチェーンに提案できますよ。っていうような、仕組みだけだったんですが、これは今までもこのプロポーザルを見ていたらわかるんですけど、例えば僕たちの P ナウンズ、僕が関わっている P ナウンズが、どっかの大企業さんとコラボして、の力を借りて、いろいろアイデアを実施、こういうアイデアをしたいっていうのがあったときに、この大企業さんは、そもそもナウンズ持ってないから僕らに代わりに提出してもらうような、のが必要だったんですね。ですが、なんかこれって実際なんか運用上どうなのってもあるし、なんか、これだ、で、と、まかり、が通ってるんですけど、すごいこう、自然ではないよねっていう感覚なんだと思うんですけど、まず、誰でも提案ができるようになると。で、それでどうやって、じゃあ、今までと同じように運用するかっていうと、そこに、署名、ナウンの持ってる人が、3名なら3名、署名することによって実際の提案のフローに移るっていうような仕組みになってますね。なので、今までだったら、委任してくださいっていうお願いしてたところを、
まあ、そうじゃなくても、直接、ナウンズのオンコミュニティに上げて、あ、これ面白そうじゃんって言って、僕、この提案の、承認者になりますっていうようなことができるようになるっていうことですね。これわはか素りに晴らくしいいかと思いますね。すごいな。ことです。はい。これで提案増えたらいいし、ハードル結構下がるかなっていう、簡単にハード思っルはめちゃめちゃ下てがまるでしす。ょうね。例えば、今までだったらお願いして、ナウンズのコミュニティに入っていくっていうのは必要があったんですけど、なんならいきなり匿名の誰かがめちゃくちゃすごい提案あげたら、あ、これいいじゃんってなる可能性があるというようなことが起きですうるっね。ていう感じですね。はい。なので、カノンさん含め僕もなんですけど、B ナウンズっていう後ろ盾がなくても提案できるし、もちろんその賛成を取っていくには、提案を可決するには、ナウンズコミュニティへの出演みたいな、していくことは必要になってくるんですけど、一旦誰でも提は案あい。げれるっていうこと自体大きな進歩になって、これはコミュニティのエコシステムに結構大きなインパクトあるなっていう感じですね。はい、大きな、これはかなり大きいと思いますね。ですよね。はい。なので、今聞いてくださっている方も、提案できちゃうようになるので、そのはい。提案と出せることっていうのは一応認識しておいていったら、今後全然提案できちゃうって感じなんかあったときにね、じゃないですかね。はい。これは、もう一度確認なんですけど、ウォレットアドレスさえあれば、別にナウンズを持ってなくても、ここには提案できちゃうってことですか。提案の予備選には。その通りです。ああ、素晴らしいですね。それで、ナウンナーズが、いいねって3票入ったら、委任されて提案、正式提案になるってことですね。はい。めちゃめちゃ素晴らしいじゃないですそうです。なるほど、そうなんですよ。か。はい。署名だけで済むって感じですね。で、これがプロポーザルキャンディデートですから、提案候補みたいな感じですかね。提案候補がだんだん並んでいくみたいな。はい。わかりまそうしでた。す、そうです。で、UI、ホームページの UI も変わっていて、プロポーザルプラスカンディデイツっていう、ページもできてるんで、よかったら見てください。はい。ピーナーズももう出してますね。僕らも、この仕組みを作って、出そうとチャレンジしてます。どうなはい。るかも含めて、結構、プラクティスになるので、こちらもウォッチしていただけたらなと思っていますと。で、次ですね。オブジェクションリペリオドっていうのがあるんですけど、これはですね、説明がちょっと難しいんですけど、最初からナウンズの提案を通すときに、盛り上がってないように見せて、提案の締め切り、投票の締め切りの1日前ぐらいから、バッと投票して、あれ、なんか盛り上がってなかったのに、急になんかまとまった賛成票が入って、はい。はい。あ、提案通っちゃったよ。っていうような、ことがあると。で、これは、なんか大多数の人が、やってるっていうよりは、少数、ちょっと賛成得られるの難しそうだなっていう意味のテクニック的なことが、の話をしていて、最初に提案、投票するんじゃなくて、最後に、ギリギリになって出し抜くって言い方はあれですけど、土壇場で、ギリギリ競ってたのを、大きな票をまとめて入れて、通すっていうことがあるときに、こはの目的っていうのは、タカっていうのが、そういったやつ、本当は実行したくないんだみたいなところから、DAO を守ることであるというような本文には書いてあって、提案を、投票終了直前に多くの賛成票を投じられた場合っていう条件付きで、またこれ提案のライフサイクルに新しくオブジェクションピリオドっていうのをつけましょうよ。そういったい。条件満たした土壇場で逆転が起こった時に、ちょっと待ってゆっくり考えようよの時間を設けたいっていうのがこの、仕組みの導入になります。つまはい。り投票が終わった後に、投票終了間際、この終了間際を定義っていうのも、実際運用していくときには提案通して決めていかなければいけないんですが、提案終了間際に不成立から可決っていうふうに変わった場合にのみオンになって、
オブジェクションピリオドが、発動しますと。で、まだ投票してない投票者のみが投票できて、反対のみを投じることができるっなているう、ほど。面白い仕組み。はいはいははい。い。なので、ちょっと考えて、反ここ、対だけを。あれですか、修斗さん。私はこれぐらいの説明でもいいと思ってるんですが、もし追加していただいたらいいと思うんですけど、こういうところをちゃんとやるっていうのがダウンズダウンのすごく誤差だと思うんですよね。こう、拙速に決めないというか、ちゃんとこう、みんなしっかり考えるとか、ちゃんと押し戻す、プッシュバックする仕組みをちゃんとつけていくっていうところが本当に素晴らしいね。これは面白いですね。そうですね。これ、実際実装されてるんですけど、されたときに事実上、さっきもあったんですけど、異議申し立て期間の長さと、何を直前と見なすかっていうのは、今そのパラメーターゼロになってるので、これ、実装、本当にやりたいってなった時には、これを、パラメータを1日にしますとか、異議申し立て期間の長さを1日にしますというような、提案がなされることになってます。はい。ですね。これは、ナウンズっぽいって言ったらナウンズっぽいですよね。ナウンズっぽいですね。いろいろ考えてる人がめちゃくちゃいるっていうようなところですね。はい。あとは、ちょっと細かいところでもう一つ言うと、ボーツスナップショット、アフターボーリングディレイっていうところがあってですね。これは、ナウンズダウンのスナップショットを取る、時間が、タイミングがずれますよっていうところですね。まあ、ちょっと、投票のボーディングディレイ期間にラウンズがミントされたマウンズも投票に参加できますというようなところで。これはちょっと、マイナーアップデートみたいな感じですね。というわけで、ナウンズバージョン3の主な機能、ナウンズフォーク以外を説明してきました。で、ラウンこズれフォのークに行き中ましょに、う。はい。ナウンズフォークが入っているので、ナウンズフォークを説明しますね。はい。で、ナウンズフォークを、説明するためには、まずナウンズ DAO のトレジャリーとかに、と、今何体発行されるか、みたいなざっくりとしたお金の計算と数字の説明をしていきたくて、今日現在の数字で言うとですね、2023年、8月、今日31日ですかね。はい。で、ナウンズダウンのトレジャリーですね、がどれだけあるのか。オークションで集まっているイーサの価値っていうのが、29,560イーサになってきます。はい。で、実際に、どれだけオークションが行われてきたのか。2021年の8月からオークションが行われてきた数で言うと、828体のオークションが開催されていますと。で、このナウンズダウンのトレジャリーっていうのを、簡単に言うと、ここで儲けようっていうスタイルの人、プラス、ナウンズダウンから分裂して儲けようっていう人の派閥ができてきたっていうようなのが、ナウンズフォークの動きになるんですね。どういうことかっていうと、まあ、今回ざっくり、このフォークの事実部分だけ言うと、20%以上のナウンズを持ってる人が、DAO を抜けたいって、ナウンズ DAO を抜けたいって言った場合は、トレジャリーのその20%分を持ち出して、退出することができます。それは、はい。20%ですから、今、800何は体おっしゃいましたっけ？い。はい。28?100。828の20%はい。で、165体を持ってる人たちがまとまればってことですか？はい。あ、そうです、そうです。まあでも、これ提案通すので、別一人じゃなくてもよくて、そういう思いのある人たちが、まあ、便宜上人って言いますけど、人たちが、いれば、退出することができます。なので、150体、105、まあ、ざっくり150体分ぐらいのラウンズ、NFT を持ってて、抜けたいって言ったら、抜けれる。で、その時に、抜けるときに、今のトレジャリーの、20%なら20%を持ち出すことができちゃうっていうのが、ナウンズのフォークになります。
今までイーサリアムクラシックとかビットコインキャッシュのフォークの例があるんですけど、ついにラウンズでもフォークっていうような考え方が出てきた。まあ、フォークっていうのは本来の DAO から、考え方が違う人たちが、分裂するような仕組みです。簡単に言うと、そのような感じでそうですね。それは、だからフォークは、フォークとスプーンのフォークですよね。フォークって先が分かれてるんで、根元は持つところは一緒なんだけす。はい。うん。うん。ど、先がフォークだと3つに分かれてるんで、こう分かれていくっていうことですよね。はい。はい。で、おっしで、ゃる通これ、インり、センティブ、どうぞどうぞ。はい。イーサリアムがイーサリアムクラシックに分かれたり、ビットコインからビットコインキャッシュに分かれたりしたように、ナウンズダウも分かれようと思えば分かれられるっていうことですね。で、あ、そうでナす。ウンズを20%持ってる人たちが、俺たちはもう分裂したいんだ。20%以上ですから、まあ20、150体、160体持ってる人たちが分かれますって言えば分かれて、その時に、トレジャリーが今、日本円で73億円ぐらいあるんで、20%の15億円ぐらいを持って出ていけるってことですね。あ、そうです。そこはい。に、そのルールにインセンティブが発生しているっていうことが言えましてですね。はい。どういうことかというと、ナウンズのオークションの価格が関係してまして、今、この母数で、イーサリアムの母数、あ、ごめんなさい、ナウンズの NFT の母数で、トレジャリーの価格を割ると、まあ、35.7イーサになるんですね。だから一体みんなが平等に、ナウンズ1から828が、平等にトレジャリーを負担してるみたいな考え方を適用するならば、35.7イーサが1個あたりのナウンズの価値っていうふうに言うことができる。そういう見方もできるっていう感じなんですね。もちろん最初の初期の1体目が610イーサ、100イーサを超えるナウンズあったりっていうのではなくて、平均で鳴らしたときに今35.7イーサ1体分持ってるというようなところですと。じゃあ、これに、どこがインセンティブが発生するかってなると、このまま、まあ、現在のナウンズの価格が35.7イーサ以下に最近は推移してるんだけど、まあ、32とか33に。この、こう、35.7イーサ以下で、ナウンズが落札していくことになると、そうして集まった、150体としましょう。仮に150体を、35.7イーサかける150体以下の値段で150体集めることができちゃうんですね。今のオークションがずっと続いて。はい。つまり、リダヤみたいなものができてくると。なので、儲けたいみたいなインセンティブが生まれるような構造になってます。まあ、つまり、150かける、ちょっとじゃあ計算しましょうかね。150イーサからける35.7イーサが5355イーサなんですけど、それを、5000イーサで150体集められてしまうっていうのが現在の価格で見たときにはなると。そうすると、フォークしてた人たちは355イーサの、ディザイアのようなもの、もうすごい額ですけど、355イーサを、なんか持ち出せるっていうような、儲けられるような考え方です。で、これって既存に入ってきたナウンズ1番から、まあ200、そうですね。最初の初期に入ってた人たちからしたら、あれ？なんか、こんなことって起こっていいんだっけ？っていうようなことで議論になってたりしますね。なんか思う部分とか、簡単に言うとこういうところがあるんですけど。仕組みでわからない。はい、どうそうですぞ。ね。やっぱり、この間、私、ツイッターで、まあ、X で、今までのはい。過去の落札ランキングとか出してたんですけど、やっぱりやっ初て期はね。高いんですよね。200イーサとうんうんうん。か、80イーサとか、で、1はい番がはい。600とかでしたっけ。で、やっぱり緩やかに発行数に応じて価格は下がってきていて、そうすると、その辺の初期に買った人と、まあ、それは、まあ、しょうがないとはいえ、なんとなくの不均衡は起こってるっていうのは確かなところですよね。そうですね。こういう、こう、まあ、対立構造で言うと、ナウンズの古参って言ったらあれなのかな？初期？
メンバーたちと、はい。今はこういう、少なくとも儲けたいっていう人たちが DAO に入り混じってるっていうような、状態になっています。なんでこれをそういうふうに捉えることができるかっていうと、ナウンズのトレジャリー全体割る今の発行枚数が、はい。フォークの時に抜けるようなことに、仕組みになってるんですけど、そうすはるい。と、リザヤを少しでも稼ごうとすると、ナはい。ンズダウのトレジャリーは、その人たち、儲けたい人たちにとっては、使ってほしくないっていうインセンティブが働くんですね。なので、できるだけ投票には反対を投じようっていうインセンティブが働きます。で、一方でこういうフォークの仕組みを導入しますっていう提案に対しては、賛成を入れたくなる。そうでしょうそういね。う考えがあるので入れたいと。で、他の全部の提案には反対を入れてるけど、ナウンズダオ V3 のと提案には賛成を入れてるっていうアドレスが明らかにあるっていうので、今の話をしています。はい。はい。で、そういう、存在が、実際にこう正確には分からないんですけど、そういう動き、意図は分からないですけど、こうオンチェーンのデータを読み解くとそういう動きをしてるっていうのが、もう一定以上。いる。で、このままだったら20%の獲得しうるんじゃないかっていうのが、20%に到達しうるんじゃないかっていうのが、ありますね。うん。なので、このフォークっていうのが現実的になってくるっていうような動きになってます。で、でも、じゃあ、ナウンズ V3 が実装されなければいいんじゃないかっていうのもそもそも論あって、実際そういう動きもあったので、簡単に説明したいと思います。で、まず、プロポーザル、まあ、353と、それを修正した354番っていうのがありまして、で、これはですね、賛成が214票、反対が30票っていうことで、これが実通ったので、本来であれば、もうそのまま V3 の仕組みがナウンズダオに実装されるっていうことになります。ですが、これがナウンズダオにもう一つ、言ってない仕組みを説明すると、拒否権っていうのが、ファウンダーたちがあって、提案が通った後でも、この提案をキャンセルするっていうようなことが、ファウンダー権限でできます。で、僕の解釈では、こういう、なんか継続やこういう話ではなくて、例えばなんか、ナウンズのトレジャリーを使って、兵器、戦争に使えるような武力的なものに使われるだとか、非人道的なことに使われる、ちょっと何にしちゃ、非人道的なことに使われるって言ったときに、それを防ぐ仕組みとして、最終手段として、抑止力として、ファウンダーたちが、ボーティング、通ったポーザルを、止めるっていうような、機能があって、これが、実装されて、ナウンズのファウンダーたちは、フォークのようなことが実装されるっていうことに懸念を示し、強制力を使ってプロポーザルをキャンセルしたっていうような経緯がありました。で、はい、どうぞどうぞ。これがすごいと思ってるんですよ、私は。まずそもそも論、ちゃんと始まった時から、ナウンダーズ10人が持ってる力としては、彼らは投票数では持ってるナウンズだけしか投票できないんだけども、拒否権、まあ、英語でベトーって言いますけど、これを持ってるんで、本当にさっき周東さんがおっしゃったような非人道的な、例えばじゃあ、ナウンズのトレジャリー使って兵器を作ろうとか、まあ、ぶっちゃけて言うと戦争しようみたいなことになっちゃうと、ナウンズダオが終わってしまうので、そして、社会にとって良くないものになってしまうので、何か本当にコミュニティの危機の時にはちゃんと止めるっていう機能を最初からつけてたというのが本当に素晴らしい考えだと思ってるんですよね。で、これってちょっと聞きたいんですけど、今までこの拒否権って発動されたことはなかったと思ってるんですけど、どうです？そうですね。ないと思います。なかったんだけど、今回初めて発動された、まあ、もしかということで、すごい歴史的なことが起こってるなと思いました。で、それが、まあ、今回で言うと、初めてこうナウンダから強い意志が、見て感じ取れたっていうところで、これに関して、ナウンダの、ツイッターの X のアカウントがあるんですけど、コメントが、
あってですね、まあ、はい。懸念している内容っていうのがありましてですね、それが、まあ、攻撃者っていう表現してるんですけど、攻撃者が投票権の20%以上を獲得して、すべての提案に反対票を取りを投じつつ、より多くのダウンを購入し続ける、さっきのところですね。で、投票権の40%以上取得後に20%放棄して、残りの20%を使用して提案をブロック。これを繰り返すというようなことが言われています。まあ、つまり40%にぐらいまで達してしまうと、フォークで抜け駆けするだけじゃなくて、鳥居をずっと、守り続ける。守り続けるっていうのは提案を反対することによってトレジャリーのお金を流出しないようにし続けるっていうようなことができてしまい、それによって無限にこう退出する人ができるのを繰り返すっていうような、ことができてしまう。で、こんなことが起こってしまうと、もうナウンズダウのオークションの価格って明らかに下がることを確定しているので、でも、みんな抜け出そうとか何か施策を打とうとしても20%以上持たれているので、永遠に反対し続けられるというようなことがまかり通ってしまうという懸念がされてましたね。それは、すごい賢明ですよね。やっぱり、起こりうることって、悪い人、悪いっていうか、まあ、攻撃者と言っちゃいますけど、攻撃の穴があれば、こういう世界なんで攻撃はしますからね。とにかく全部に反対し続けて、で、結局全然提案通んないじゃん。だってあの人がいる限り提案通んないじゃんってなっちゃうと、あの人たちなのか、あのグループなのか。提案になると、じゃあ、あの人たちに喜ばれるようなことをしなきゃいけなくなっちゃって、すごく不健全な形になっていくと。で、例えば、どん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 価格が下がっていって、誰も買わなくなった状態で、バン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 、フォークしていって、だから20%からさらに20%抜けて、残った80%のまた20%っていうのをずんずん繰り返すみたいなことができちゃうので、確かに本当に危険なんで、止まってよかったと思います。で、プロポーザル354は、賛成214、反対30で、賛成されたにもかかわらず、ラウンダーズが拒否権を行使したっていうのが、あります。で、さらにここでは終わらなくて、356っていうのが同じ内容でもう一回再チャレンジだ提案になってます。で、これのタイトルなんですけど、同じタイトルでナウンズ、DAO のボーティングバージョン3いきます。でも、絶対に拒否はされないっていうようなもう強い意志がタイトルにも書いてあるんですね。これは面の白いですね。だから今ちゃんと読むと、356、ナウンズダオ V3 アップグレード、インクルーディングナウンズフォーク、カッコ、ウィルノットキャンセル。だから、ナウンズダオバージョン3のアップグレードですよ。ナウンズフォークも入ってるけど、でも、キャンセルはされないだろうっていう話ですよね。これだったら、みたいな感じで。そうです、そうです、そうです。絶対キャンセルはされないよっていう。まあ、それは意思を表示してるんだと思いますね。これで、すいません。ここの賛成が201対反対54で通ってます。これが、実行されて、今、バージョン3のアップグレードが実施されたというような状況になってます。なので、一回拒否権は、使われたんですけど、まあ、リベンジの提案で賛成が通って、その時には、ナウンダーズの拒否は使われなかったと。いうふうになってますね。これはどう変えたんですか？新しい提案。キャンセルされないよっていうのは。これは、変えてないです、内容は。なので、さっきまで説明していた、ナウンズダオのバージョン3の説明っていうのが、まあ、されていたっていう感じですね。同じ提案内容だと。ずっとさっき、そうですね。そのどっフかをォークの危変えたっ険ていうわけじゃないで性がなくなったわけじゃなくて、フォークの危険性ある状態でもう一回提案して、今度は通ったってことですか？あ、それはそう何でで？す。だから、フォークされる可能性がありますナウンズさんは。今回はなんでナウンダーズは拒否しなかったんですかね？そこに対してのコメントは、確かに見れないですけど、
例えば、まあ、ベタなところで言うと、まあ、僕の凡人レベルで、ベタなところで言うと、まあ、ナウンズダオがダオなので、セントラライズな組織になっちゃう。同じ提案にずっとボーティングパワーを張って、行使し続けるっていうことが、あれ、それって、ラウンダーズが所有しているのと変わらなくないっていうような意見は確かにありましたよね。終わった後に。なるほど。この拒否権が設定されている中で、ずっと運用されているので、まあ、そこに、それはちょっと安易すぎるかなとは思うんですけど、事実としても拒否権は行使されなかったんですよね。はい。じゃあ、っていナうウンのズが。フォークが、の機能がつくと、ついたということですね。で、これ、すぐにっていうわけじゃなくて、そういう、ことが、起きうるのは、もう少し先にはなると思います。まあ、150体、取るにしても、150体取るにしても、1日1体しか、そもそもミントされないので、そのしばらく、時にはなるんですけど、まあ、これが実装される可能性は残してるし、まあ、どうですかね。インセンティブ的には、経済的なインセンティブ的にはあるので、まだ、起こりうる未来かなっていうのはありますね。はい。いつか。なので、フまォークのあ、例えばっていうことで聞いていきたいんですけど、じゃ150体、まあ、20%の人たちが結託すれば、トレジャリーのうちの20%もらって、ナウンズダオから抜けれますってなってますけど、その場合、その150体の抜けた人の NFT っていうのは、トレジャリーに返す形になるんですか？ダオに返す形になるんこれ、バーンって書いてあったっけ？バーンですか？あ、ダーバーンするんですか？ああ。ああ。そうですね。バーンアドちょっレとスそ残っのちゃう技術と。的なところ見てないですけど、バーンだと思いますね。焼却っていう感じだと思います。なるほど。へえ。なるほどね。はい。だから、まあそうですね。今後注目されるっていうところで言うと、今後のナウンズオークションの価格とはい。プロポーザルがどれぐらい通るか。他の人が提案した、例えば本当にナウンズを広めたいっていう提案が通っていくのかっていうところで、すごく注目されていきますよね。そうですね。その結局ナウンズダオのオークションの価値が上がらないと、ずっとこのアービトラージが発生し続けることになるので。まあ、アービトラージというのは、まあ、差益ですけど、ここでシュートさんが言ってるアービトラージっていうのはどんなことですか？ごめんなさい。アービトラージっていうのがあるんかな。割った時のトレジャリー割る発行枚数の価格が、オークションの価格より高くなっちゃう。ってことですね。オークションの価格が上がらないっていうようなことを、言ってます、僕の意味では。だから、今は、オークションというか、トレジャリーがいくらでしたっけ、今。29,560ですね。29,605、まあ、これで、割る830なんで、ちょっと待ってくださいね。今、普通に一生懸命頑張って計算してますけまあど大も。体35.6とか7とかですね。まあ、35ってことですよね。で、オークションがだいたい今33とかでやってるんで、かなり長期的な話になりますけど、今は、割安だ。オークションで買うのは割安だっていう価格なんですよね。そうですね。割安って言い方しっくりきますね。割安です。という意味では。割安って言えます。だから最悪の最悪でリスクがあったとしても、そんなに大きくは、本当に、あ、もうナウンズダオダメだと思った時には、みんなで結託して逃げちゃえば、分割されるので、すごく、なんていうのか、セーフティーネットがある状態ですよね、今のオークシそうですね。まあ、フォークが実装されてるんで、フォーク自体が悪っていうより、
こうナウンスダウンの思想とこの儲けるみたいなところがあまりマッチしてないっていうところで、今回これだけ注目されているっていうのはあると思います。フォークの実機能がダウンにあること自体は、僕、個人の意見で言うと別にポジティブなことだとは思ってますが。私もそう思いますよ。あ、そうですか。なるほど。フォークがなかっなので、たなんですけど、フォーク自体は、いい面も悪い面も、すべてのことはいい面も悪い面もあるんですけど、フォーク自体は、多分本当に安全にナウンズダウンに入りたい人にとってはいいんじゃないですか。絶対できる限り損したくない。本当に、そうですよね。全財産はたいて、全財産はたいちゃうと危ないですけど、本当に損したくないなっていう、シビアな人にとっては、最悪フォークが発生すれば、オークションで投じたものよりはちょっとプラスで終われるからっていう形で。で、そうすると長い目で見るとオークションの価格もそこに向けて上がっていくとは思いますけどね。そうですね。なので、上がっていくときに重要なのは、今後どれぐらい提案通るのかみたいなところですね。本当になんか嫌がらせしてくるやつ、明らかにこれからもいるんだっけみたいなところは、ウォッチしておいた方がいいかもしれないですね。そうですね。というので、今後の提案がこう、どうなっていくのかっていうのは、プラスオークションの価格っていうのが、よりこう、注目されることにはなっていこう、いくのかなと思っていますね。なので、こう、どう言ったらいいかな。ラウンズの1体の価値みたいなところが、なんか、ここに来て注目され始めてきて、本当に初期の人たちはどう思ってるのかっていうの、プラス、ラウンズが本当にビジョナリーなんだ、ダウなのかみたいなところが問われてる気がしますけどね。そうですね。本当に、ナウンズがすごいなと思うのは、こういうふうに、最も DAO らしい DAO って言われてるけど、どんどん進化を続けている。で、すごく周りから見ると、ゴタゴタやっててめんどくさいなと思うかもしれないですけど、なんて言うんだろうな、組織としての自浄作用がある感じがとてもするんですよね。今のままではちょっとこれが問題だから、ここをこうしていこうとか、みんなで決まったんだけど、ナウンダーズが、いやいや、ちょっとそれはまずいからもう一回みたいなとかっていうのをやってるのっていうのは、すごい健全な組織。周りから見るとすごいスピードの遅い組織って見えるかもしれないけども、すごい健全な組織だと思いますね。そうですよね。よく組織っていう面で比較というかされるので、じゃ企業で置き換えて考えたときに、自分の意見が違う。ような人たちがいたら、結託して組織のお金をその分だけ持って違う組織で自分たち新しいグループを作れるっていうようなことですかね。こう言うとややこしくなるけど、言ってることはそういうことなんですけど。こんなことが起きちゃうんだっていうそうでのがすね。DAO ですね。すごい、フィジカル的な組織でいうと、何でもいいんですが、株式会社でも何でもいいんですけども、常に派閥争いはあって、常に分裂して、元祖と本家ができていったりするじゃないですか。ね。創業者が派閥争いに負けて、創業者が出ちゃって、創業者がまた別なのをやって、会社としては向こうの方が歴史が長いんだけど、でも創業者がいるこっちが本家だろうみたいなのっていくらでも起こるじゃないですか。でも、このフォークだと、ナウンズ DAO の中心はこのスマートコントラクトであって、ナウンズ DAO 嫌だと思ってた人たちが20%NFT をバーンして、トレジャリーを持って出たとしても、絶対本家になり得ないですよね。だって、スマートコントラクトこっちにあるんだから。それはすごいなと思います。そうですね。これからこういうフォークみたいな動きが。加速するというか、現実に起こってくると思うんですけど、これも含めて、DAO のプラクティスとして、必ず歴史に残ると思うので、DAO のプラクティスみたいな文脈で考えると、すごく一歩ずつ前進していて、僕らはその渦中に、ありがたいことに、生でその歴史を見てるっていう感覚ではあります。感じますね。本当に何年後かにナウンズ年表とかになったら、すごい文明の進化の歴史みたいな感じになると思います。
いや、そうですよね。なので、今回少し分かりにくい部分もあったと思うんですけど、フォークっていう仕組みが、これ現実の組織で置き換えたらどうなるんだろう。すごいこと DAO で起こってるんだな。で、DAO がその実験をしているっていうのぐらいでも、すごく興味深いところだと思うので、皆さんも引き続き、ナウンズの面白さとかには発信していけたらなと思ってます。はい。はい。というわけで、今回は、ナウンズ DAO のバージョン3のアップデート、V3 のアップデートについて、主にフォークですね、についそうてですね。解説していきました。はい。ちょっと長くなっちゃったんですけど、お付き合いいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。